サード・ディーン・ラフィーク・アル・ハリーは、レバノンの政治家。同国首相を2期務めた。連立与党、3月14日同盟の筆頭、未来運動の党首。日本のメディアでは、サード・ハリーリーと表記する場合がある。日本国外務省は、サード・ハリーリーと、一部の中東専門家は、サード・ハリーリーと表記している。ラフィーク・ハリーリー元首相は、実の父親。 1970年に、サウジアラビアのリヤドで、実業家のラフィーク・ハリーリーとイラク人の妻、ニバール・アルバスタとの間で次男として出生。同地で育ち、サウジアラビア国籍も有している。2005年、未来運動を率いていた父親の暗殺に伴って、党首を引き継いだ。2009年の総選挙で勝利すると11月9日に、首相となり、 12月10日に内閣が正式に発足した。しかし、2011年1月に、親シリアのヒズボラ系をはじめとする11名の閣僚が辞任したことが引き金となり、政権が崩れた。この出来事から6ヶ月後、ヒズボラ系のナジーブ・ミーカーティーが公認の首相として内閣を組織した。2014年5月25日、ミシェル・スライマーンが、 任期満了で大統領を退任したが後継が決まらず、新大統領の選出をめぐりシーア派の3月8日、同盟とスンニ派の3月14日同盟が別々の候補を出して対立した。そのため、2016年10月20日に3月14日、同盟の代表格だったハリーリーが、次期首相への就任と引き換えに、3月8日同盟が、 擁立した候補のミシェル・アウンの支持に転じるまで、大統領の空白期間が2年5ヶ月もの間、続くこととなった。この協力への見返りとして、アウンより組閣を要請されたが、スンニ派内では偏設への反発が強く、各派との調整に手間取ったため、12月になって、ようやく首相に再当番した。内閣にはスンニ派や、ヒズボラも含むシーア派だけでなく、 キリスト教マロン派などが参加しており、国内の安定が優先されていた。2017年11月4日に、衛星放送アルアラビーヤを通じて、私の命を狙う陰謀を感じると述べ、訪問先のサウジアラビアにおいて、突如辞意を表明した。この中で、自身の父親が暗殺される前と似た状況にあり、イランやヒズボラが対立を激化させているとして避難した。 演説の内容は、閣内のヒズボラとの対立を浮き彫りにしたと見られている。これに関して、サウジアラビアのテレビ局は、数日前に、ベルートでの暗殺計画が阻止されたと報道した。一方で、イラン外務省は、レバノンと域内での緊張拡大を狙ったものだという、認識を示した。11月12日、レバノンのテレビ局のインタビューを受け、 自任の理由に関して、レバノンに迫っている脅威を国民に気づかせるために、前向きなショックを与えようと思ったと語った。また、同日に、サウジアラビアのテレビ局のインタビューにも応じ、数日中に帰国して、正式な辞任手続きに着手する考えを示した。しかし、レバノン大統領のアウンは、 ハリーリー首相が12日間も帰国できずにいる。正当な根拠は何もない。したがって我々は首相がウィーン条約に反して拘束されているものとみなすと、レバノン大統領府の公式ツイッターに投稿し、サウジアラビアを批判した。また、レバノン政府当局も、ハリーリーが帰国するまでは、辞任を受理しない姿勢を明らかにした。ハリーリーは21日に、 レバノンに帰国し、翌22日のアウン大統領との会談において一連の行動の背景についてのさらなる協議を重ねるために、辞意を保留するよう要請され、受諾した。12月5日には辞意を撤回し、続投することとなった。2018年5月の総選挙の結果を受けて、アウン大統領より、再び首相に指名されたが、組閣には8ヶ月を要し、 2019年1月31日に、ようやく新政権が発足した。2019年10月に入って、反政府デモが激化しレバノンは半月ほど昨日、停止状態に陥ったことを受け、10月29日に首相を辞任すると表明。翌30日、アウン大統領より新政権樹立まで引き続き、暫定首相として留まるよう要請された。後継の首相は、 ハッサン・ディアブが指名されていたが、組閣作業が遅れたため、2020年1月21日になって、ようやく首相を退任した。しかしディアブは、ベイルート港爆発事故への対応に批判が集まり、首相辞任を表明し、10月22日に、アウン大統領は再び、ハリーリーを首相に指名した。ハリーリーは無党派の専門家による内閣を、 形成しようと試みたものの、ハリーリーの主張によれば、アウン大統領は、閣僚ポストの3分の1以上を指名して事実上の拒否権を確保しようと格索したため、組閣が難航し、二人の関係は急激に悪化。2021年5月22日、ハリーリーは、アウン大統領の意向に沿った組閣は不可能と表明した。しかし、フランスが、 数十億ドルに上る援助の条件として、新政権の発足を挙げるなど、組閣の圧力が強まり、7月14日に24人からなる、新内閣の閣僚名簿を改めて、アウン大統領に提示した。アウン大統領は名簿の修正を要求したが、ハリーリーはこれを拒否し、翌15日に首相指名を返上した。ありがとうございます。